listening to Into the Spotlight, Dolce Tiki and Sakura Cheetah on Canterlot Hill. キャンタロトヒがお送りする Into the Spotlight、 皆さんこんばんは、チッキーです。桜チーターです。はい、ということで3月になりまして、はい、ようやくね、あ、花粉の方か、花粉だって花粉つらいんですもん。まあまあ僕も花粉つらいんだけどね、結構ね、はい、マスクしてます？してないです。してない、じゃあダメだ、絶対食らうわそれ。顔にこう物をつけるのは好きじゃないんですよ自分。あー、まあマスクね、でも一番予防になるらしいけどね。まあそう、塗る薬ね、鼻に塗る薬一冊買ったら鼻荒れちゃったりした俺。あれ全然使えないじゃないですか。そう、なんかやっぱまだちょっとね、暖かくなってやっぱね、こう気分はね結構晴れやかなんだけど、まだまだこうね、ちょっと辛い時期が、ね、続くんでね、もうちょっと我慢ですかね。はい、うん、ということで3月ももうね、もう最後の、ね、もう終わりだから4月だね、もうね、はい、もう早く花見だよ今日。あ、今日か。あ、うん、楽しかった。超楽しかった。はい、はい、ね、まああのぜひ花見、桜満開の時期になると思うんでね、皆さんぜひ行ってみていかがでしょうか。ということで、はい、はい、今月もぜひ頑張っていきましょう。いきましょう。はい、では、今月のゲストを、お迎えしましょう。はい、キバコさんです。はい、こんにちは。はい、どうもです。花見楽しかったですね。楽しかったですね。花見もね。やばいっすね。あんななっちゃうとは楽しかったですね。ほら、楽しかったですよ、チキさん。楽しかったですよ。楽しかったね。チキさんいなかったんですか、もしかして。あのね、僕だけ違う場所だったかもしれないね。あらー。こう、みんなね、5時だったのに僕だけこう、ね。流行ったね、去年ね。流行りましたね。はい、うん、ということで、きやこさん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、きやこさん、はい、ペガシスター、はい、活動はもうね、皆さんご存知の方も多いんじゃないかと思うんですけども、はい、コスプレイヤーとして、はい、はい、そうですね、はい、そうだ、ここはそうですね。まあでもね、イラストも描かれてらっしゃるという話も、あ、たまにそうなんですよね。描きたいなって思いますね。はい、行きましょう。はい。そうなんですよね、デジタルやったことがなかったんで、去年の今頃くらいまで。おそうなんです、ちょっともうちょっとやりたいですね。そうなんですよ、はい、デジタルは、ね、あとあの今年の、1月ですかね、はい、まあ、あの行った方も多いかもしれませんが、ね、MLP カフェを、はい、ありがとうございます。おい、ありがとうございます。行けなかった方もね、いたっていうことで。そうなんですよね。もうありがたいことに、本当に。ねえ、なんか、またやりたいねって話はしてるんで、ちょっと。はい。今年中にはやるって話なんで。これはぜひ、ね。そうなんですよね。そう、ポニコンで、あの、日付とか、うん、あの、チラシとか配れたらいいな、とか、いいね、思ってたりするんで、ええ、ねえ、ぜひ、よかったら、よろしくお願いします。はい、はい、ぜひ、あのね、あの、その1月にやったね、カフェのお話もっと今日は、はい、聞けたらいいなと思ってますので、はい、最後までぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、早速ですけども、はい。まあ、きやこさんがですね、この、ね、マイルドルポニーという作品を、はい。きっかけからぜひお話を聞きたいんですが。聞きたいですね。はい。そうですね。はい、私も去年の今頃に、まあ、あの、ハマって、ちょっと、そうですね。その前から、あの、日本上陸した頃から知ってたんですけど、はい、日本上陸の前からも知ってたかな。なんか、あの、そうですね。某ブログさんで、あの、見てて。なるほど。海外アニメは元から好きだったんで、はい、それで、あ、こんな可愛いアニメがやってるんだと思って、でも日本に、まだ上陸してないし、日本語にもなってないんで、ちょっとそういうのにハマると、ちょっとろくなことがないっていうのも知ってるんで、もう大変な思いをするんだなっての知ってるんで、はい、ちょっとそこは、まあまあと思って、そしたらまあ1年後くらいに、あの3月に、あの突然テレビつけたらやってて、あ、やってんじゃんと思って。テレビ東京でやってましたと。テレ東でやってて、あ、なんかやってると思って、ええ。で、その時2話だったんですよね。2話で、あ、なんかいきなり最終回と思って、なんか録画して。そうですもんね。そうなんですよ。で、なんか、あ、始まったばっかりだったんだと思って、で、次の週から、うん、結構でも見たり見なかったりで、その時は、そんなに、あの、ドハマりはしなかったんですけど、まあでもなんとなく面白いから見てて、うん、で、番組始まって1年後くらいに、今からそっか、
今からちょうど1年くらい前にちょうどあの時間があのできた期間があって、それであの全部見るようになって、はい、そうですね、あのなんか日本語版で見て、いや日本語版で抜けあの見てなかった回をあのちゃんと日本語で見て、その後に英語で見て、うん、で英語のなんだ日本でカットされたところをなんかチェックするために、なるほどなるほど、もう一回英語で見て、はいはいはい、みたいな、そういう見方の英語でぐるぐるぐるって見てて、うん、それでそうですね、ドハマりして見て、でなんかまあ内容も面白いし歌もいいんだけど、なんか二次創作が激アツだっていうのが分かって、はい、でそれで二次創作がもう本当に好きなので、自分ではそんなにやらないんですけど、見るのがなんか自由な感じがいいなって思ったんで、うん、それでまあなんか面白そうじゃんって思ってハマりましたね。おお、はい、なるほど。実際に実際にシーズン4まではもう見てらっしゃる、はい、あ、もう全部 見ました。おお、もうじゃあシーズン5待ちですね。そうです、ね、待ちですね。でもこの放送ね、あと数日経ったらもうね、始まりますもんね、シーズン5。そうですね。4月の4日でしたっけ、あれ。そうです、そうです。決まってんですね。あ、そっか。びっくり、まあ。いきなり決まるんですね。しかも DVD のなんか発売日先に決まりましたよね。うん、あ、そうなんですか。え、そうなんですか。そこまで知りませんでした。あれ違うのか、ちょっと全然間違ってたかもしれないいやいやいや。そう、なんか、すごい斬新な売り方って思いましたもん。そうね、最近までね、2015スプリングだっていう風に、そう、ぼんやりしてました。ティザーでね、そう流れてて、うん、まさかその4月4日って、そのすごい近い時期に。いきなり始まった。もうやんのかよと思った。私今知りましたもん。なるほど。でも、なんやかんやもう9ヶ月、10ヶ月近く経ちますかね、もう。なんかね、一番長いらしいんですよね、シーズンの合間の期間が。一回も一回長くなってるんですよ、これ。うん。ね。みたいですね。なんか私初めてリアルタイムで終えるんで、ね、あ、結構ね、あの、うん、なんでしょうね、深夜ですよね、多分時間的に、日本時間だと、12時ですね、ですよね、はい、だからこうね、あの深夜で見て、ちょっとなんかあの話によってはね、こうもやもやしたものがあった場合はね寝られないですよね、結構ね、眠れないというか。あ、何曜日にやるんですか。土曜日の12時ですね。あ、じゃあいいです、はい、楽しめますね。あのね、お仕事普通ね、土日休みの方は全然問題なくできるかなっていう感じですよね。そう、か、そうなんですよ、4月4日から始まるからね、楽しみだ。楽しみですね。キワコさんもともとね、はい、カートゥーンが海外 の、まあ、そのアニメが好きだということでお伺いしてるんですけど、はい、まあ、あのこの番組はポニーなんですが、はい、ざっとあのお好きなアニメとかもし、はい、言っていただけると。そうですね、はい、あ、でもパワーパフガールズが本当に好きで、はいはいはい、本当にだからもうあのブランクあるけど、海外アニメ歴は多分結構長いんじゃないかな。なんかそうですよね、日本でカートゥーン、うん、あ、なんだあれだ、あの地上波でパワーパフがやってた時期があって、あ、やってましたね、テレビ東京でやってましたね、夕方に。だから10年くらい前、10年以上とか、うん、そのぐらいね。で、ワンピースの前にやってたんですよね、当時。あ、そうだ。なんか学校で、ワンピースの前になんかやってるあのアニメなんか面白いみたいになって、かわいいよねみたいになって、それで、パワーパフガールズ知って、それでまあ、すごい子供ながらに、すごい好きになって、うん、そうですね、それでカートゥーンネットワーク、あのちょうどスカパーがうちに入ってたんで、はい、そうなんですね。そうなんです。当時、一番面白い時期見れてて、ええ、すごい喜ばしいですよね、はい、今思うと。なんかもういろいろデクスターズラボとかも、はい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 、デクスターも好きだし、あとなんだ、オギー&コックローチとか、あー、いいですね、懐かしい。なんかすごい好きだった時はそんな流行ってなかったんですけど、なんか後々結構じわじわ来て、なんかフランス産だったのが珍しかったのが、なんか流行って、うん、あとなんだろう、臆病なカーレッジ君とか、あ、大好きです、一通りみんな多分見てるのは。あ、いいですね。すごい好きだったのがホームムービスがすごい好きだったんですけど、めっちゃ好き。黄金時代だこれ。黄金時代だ。一番面白い時期なんでね。そう、一番面白い時期見れてて、うん、でなんかそうですね、その後はあれも好き、フォスターズホームとかも好きなんです。はい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 、あれも好きで、そうなんですね、パーパフと同じあの、うんうん、作者っていうかクリエイターの人がやってるんで、ね、あれも好きで、うん、そうですね。あと、カートゥーンネットワーク以外では、あの、サウスパークがすごい好きで、サウスはずっと前から見てて、はいはい、追っかけててすごい好きですね。
頭今はタートルズですね。あーあー。ね、あの、ちゃんとニンジャタートルズ。そうなんですよ。映画がね、しましたし。映画で激ハマりしてね。うん、はいはいはい。あれはもうちょっと、すごい好きですね、今。そう、でもポニーが本当にね、魅力的で、なんか、熱くて嬉しいですね。うん、そうですね。やっぱ海外アニメ、もうなんかだんだんこうね、日本でこう、ね、地上波で放送し始めてきてはいますけどね、最近はね。そうですね、アドベンチャータイムもそうだ。やってるんですよ、忘れちゃいけない。そう、忘れちゃいけない、アドベンチャータイムね。あれでもなんか、知名度、高くなりそうですね。ね、結構貼ってあるってなると。やっぱカートゥーンネットワークだけで放送してたけども、やっぱ渋谷でショップやっちゃうぐらいだからすごい。で、地上波だったらもうドッカンとか行くんじゃないかなって。そうなんですよね。なんかパーパフくらいの知名度には多分なるんじゃないかなって。可愛いですからね、キャラクターもね。可愛いし、なんか、イケメン出てくるし、と思って。わかりますよ。大事、イケメンが出てくるかどうか、大事なんで、そうなんですよ。ね、あれは流行りそう、羨ましいですね。ね、そう、本当に。ね、でそう思うと、やっぱりポニーもうちょっと続けてほしかったなと思いますよね。ですよね。日本語版ね。ちょっとね、うん。この前、アニメジャパンってイベント行ったんですけど、はい、ブシロードさん出展してて、お日曜行ったんですけど、なんかコスプレして OK だったんですけど、はい、私普通に私服で行っちゃって、なんか、プルジャックのコスプレで怖い顔して周りうろつけばよかったとか思っても、うろついた方がよかったかなって思ったんですけど、普通にしてましたけど。まあね、なんか、もうちょっとですもんね。あと半分やってほしかったっていう。ですよね。もう半分やってほしかった。再放送するならもうちょっとやってよっていう感じでしたからね。そうですよね。そうだ、再放送やしてたんですもんね。そうなんですよ。そうだ、忘れてた。ありましたね、そんな。シーズン3をやるかのような、時間調整っぽいような再放送。ワンクールだけやってたんですよね。そうなんですよ。そうだ。ねえ、しまいにはエンディングなんてね、オリジナル版の主題歌ですもんね。あ、そうですね。だったら何かしらキャスティングしとけよっていうね。雑、うん、そこでフル流すんかいと思ってさ。海外アニメあるあるですよ。なんかもう、そう主題歌が雑っていう。雑、そう。インストロメンタルにしとけばいいでしょうみたいになってるんで。そう、パーパフもそうですもんね。あ、そうでしたね。なんか謎のオープニングでしたもんね。ね、あ、そうだ。あれ、カラオケに入ってて、この前、初めてペガシスターのオフ会やった時に、一、はいはい、人だけ、その曲分かってくれた子がいて、はい、歌いましたもん、私も嬉しくて。あれ、ブリグリしたっけ、ブリグリ。あ、そうだ、ブリリアントグリーンそうそうそうがやってる時もあったし、うん、あと、林原めぐみとかが歌ってた。はいはいはい。あれ、超静かな歌、なんか。あれ懐かしい。風も、ふんふん。ああ。ふんふんっていう曲を。はい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 。なんかもう一人だけ分かってくれて、はいはい、嬉しいと思って。懐かしいな。そう。テレ東見てましたもん、僕ほんと毎週。懐かしい。見て、なんか、そうですよね。うん、ああ、懐かしい。輝かしい、あの時代。テレ東はあの時もね、黄金でしたもんね。そうですね。いろんなアニメがもうどんどん人気があったっていうか。うん、そっか、もう今十何年前、十五年くらい前じゃないですか、十。いや、もうそのぐらいですね。そのくらい前ですね。うん、すごい。あんな可愛いキャラなのに。歳がわかる。そう。本当ですよ。歳わかっちゃう。やばいやばい。そうだって、もう一人今、ね、片方が今、ポカンですからね、今。あ、そっか。いや、自分、カーツネットワークでしか見てなかったんで。あ、うん。それやっぱり英語で見てたの？ああ、はい。ああ。そうですね。なるほどね。私もでも当時から、日本語で見て、英語で見て、もう一回日本語で見てって見てました。わかんないなりに。そうだ、異様に見るんですよ、好きになっちゃったものを。何回も何回も。繰り返し見たくなるっていう。他のものにかまけてらんなくなっちゃうんですよ、だから。あ、もう他のジャンルに。一点集中する感じだ。一点集中、全部に集中しなくちゃ気が済まなくなっちゃうんで。なるほどね。なんですよ。いやねえ。本人も狂って言ってますからね、もう。はい。うん、なるほどね。そうか。でちなみにポニー、はい、まあコスプレか、コスプレ自体はもうどのくらいやられてるんですかね。はい、あ、コスプレもそうですね、これもあんまり言うと年が
かっちゃうあの、まあ、あの、オブラートにしてると全然大丈夫ですけど。別にいいけど。でも、なんだろう、10年くらいやってるんじゃないですか。すごい。長いですね。なんかでも、最初の方は本当に、本当になんかあり合わせのもんくっつけて、はい、来て、みたいな感じで、当時あの、ジャンプフェスタが、はいはいはい、今もやってるんですけど、ジャンフェスってイベントが、やってて、幕張かな、はい、あれで、ジャンプのイベント、ええ、で、はいはいはい、コスプレもできるし、公式のブースも出てるっていうイベントがあって、はいはい、で、それで、シャーマンキングの、はい、花組のコスプレしようみたいになって、で、それで、初めてやったのが初かな。そうですね。その時本当にウィッグも被らず、本当子供だったんで。はいはい。子供だったんで、なんかでも写真撮られて嬉しいね、みたいな感じでしたね。そう。懐かしい。でもそこからもコスプレっていうのがやっぱちょっと楽しくなってきて。そうですね。あとなんか私すごい昔からゴスロリ服がすごい好きで、はい、ロリータ系の格好の、はいよくするんですけど、ええ、なんか学生の時よりも最近あんましなくなっちゃったんですけど、なんか割と派手な格好でもう人前に出るのがあんまり抵抗がない、ないだと思うんですよね。そうなんですよ、はい、でなんかまあいろんな格好したいよねみたいになって、結構大学のメンバーとかもそういう子が多いので、はいはい、なんかそういうオリジナル衣装でなんかデザフェスとか出てみたりとか一回やったりしてたんですけど、そうですね、まあコスプレもそれの延長みたいな感じです。なるほど、はい。そうなんか、そうなんですよ、身内が全然いないジャンルだったんで、本人は本当に誰もいなかったんで、なんかとりあえずなんか武器にならないと交流できないと思って、うん、結構そういう人多いと思うんですけど、まあ、リトルポニー特に、なんかしないと多分誰にも相手にされないっていうか、なんかね、そういう声もありますね。交流できないなって思って、それでまあ、A もでも、まあ、これを機会にちょっといじろうと思って、機械じゃない、パソコンで書けるようになろうと思って、それで練習したのと、なんかまあコスプレも、なんか、まあ、いいや、一人で行こうと思って、なんか行ったのがきっかけで、そうですね。なんかあの時本当に私、すごいなんか、ガッツがあったんで、なんかもう、すごいもうハマりたてで、もう頭がハイになってる状態で、すごい。そうなんですよ。そうなっちゃうんですよ。なんかもう頭がハイになっちゃって、はあ、もうどうにかしなきゃいけない、どうにかしなきゃいけないってなって、なんか、私、ポニコンってイベントはもう本当に某ブログさんで知ってたんで、ええ、第1回やった時から多分知ってたんで、あ、そうなんですか。そうなんですよ。はい、なんか、へえ、なんか、すごい、頑張ってるなーとか思ってて、なんか、頑張ってって思ってたんですけど、まさか自分がこんな行きたくてしょうがなくなると思ってなくて、やべえと思って、なんかどうにかして、なんかこぎつけましたね。そう、なんかもう、去年の今頃の私、割と今人間の心を取り戻してたんです。何ですか、それ。今割と人間の心を取り戻してるんですけど、去年の今頃も本当になんかポニーの心になってて、やばい。人間じゃなくなってたんで。まさに EQC みたいな感じですか。なんかもう、ポニーになってた。なんかもうドハマりしちゃうと、なんか自分を見失っちゃうんですよ。はい、なんかそうなんですよ。なんかね、でもガッツがあってよかったと思って。そう、え、ちなみに、一番最初に行ったポニコンっていうのは第何回目ですかね、はい、去年の春やったやつなんで。うん、じゃあ。はい。3回目 ?3 回目ですね、そうすると。はい。ちょうどね、1年前になりますね。はい、そうなんですよ。ああ、じゃあちょうど1年だ。ちょうど1年。1年経つんか。1年経ってますよ。そう、すごい。なんか、うん、濃厚ですよね。すごいですよね。あ、すごいですね。誰も身内がいない中で、ここまで振り詰めたって感じ、凝縮ですよね、本当に。すごいな。特に何にもしてないけど。すごいなぁ。ねぇ。すごいねぇ、と思って。そっか、それで2014のスプリングで、まあ、コスプレとして参加されたのが、はい、ね、DJ ポン3と。
あ、そうですよ。ああ。人ですよ。ああ。あれが初めてですよね、きやこさんのこう、ポニーのコスプレというか。うん、そう。あの、舞い降りた感じがする。めっちゃクオリティが高くて。はい。今はね、写真出てるかなと思うんですけどね、はい、画面に。ああ、そうなんですか。そう、これ。うん、いや、あのね、僕もね、まあ、スタッフでしたけど、はい、すごい人いるなって。本当ですか、うん、かっこいいなとかすごいね。いや、あの、かっこよかった。うん、あの、コスプレ自体のその参加者を募るのが、まあ、2回目だったんですけど、はい、まあ、前回も前回、その、年明けの時も、すごいあの、あ、コスプレってすごい面白い、あの、すごいなんか花があるなと思ったんですけど、はい、さらにその上を行くっていうかね。そうなんです、ありがとうございます。ポンちゃん、まんま、ほんとさっきそのキヤコさんがおっしゃったように、ほんとポニーが人間として来たかのような、うん、オーラを感じて、うん。海外の人だと思いましたもん。うん、あの時。あのね、はい、すごいクオリティの高いコスプレをする人が、まず日本にいたんだっていうのを知らなかったんで、うんうん、まあこれぐらいのレベルをするのは多分海外勢だろうっていうのと、あと、すごいあの、キャラになってたんで、はい、あの、すごく怖かったというか。ありがとうございます。なんか、堂々としてないと、逆に嫌だなって思っちゃって。まあ、あの、若干ね、あの、うん、レコード投げんじゃねえかって思ったけど。シュッてかね。うん、すごいなんか、ああ、話していいのかな、話しちゃダメなのかな、うーってのがあって。いやでもすごい方がいるなとは思ってました。うん、本当に一生分褒められる、なんかもうこの界隈。いやでもね、本当にあの実際にお話できたら本当その場でいた方ぐらいだったんですよ僕ね、結構。あ、うん、まあ、もちろん他のねコスプレの方々も本当にもう皆さんクオリティ高かったんですけど、はい、やっぱあのそうキヤコさんのポンちゃんはすごい、すごかった。びっくりびっくりだった最初、まずあっうわーと思って。結構ねポニコンってその着ぐるみの方がね、あの結構フィーチャーされがちなんですけど、そうです、ね、うん、やっぱその2014スプリング自体でこうやっぱコスプレ自体もこうどんねドカッときたかなって思いましたね、あの時は。よかったな、やってて。やっぱそのさっきも話したけど、そういった意気込みはあったわけですか、そのポンちゃんで出るっていうのは。あ、そうです、なんかもう本当にハイになってたんで、うん、頭がおかしかった。当時そうなんですよ、うん、なんかやんなきゃいけないみたいになってて、うん、自分の中で何考えてたんだろう、なんかもうとりあえずこう前に進むしかないって感じだった。前に進むしかないと。やるしかないってなって、うん、なんかそうですね。いやでもすごいな、なんか振り返ってみて、自分すげえって言って、自分すげえ、自分すげえだ、ほんとに。なんかもう本当に、なんかでも本当にこっちの海外アニメの界隈に来てから、うん、自分の行動力がすごい上がってて、うん、やばいです、なんか。なんかありがたいことに、あの、なんか何のジャンルにいても、どんなマイナーなところにいても、うん、なんか周りにいたんですよね、誰かしら身内が一緒にハマってくれてとか、あったんですけど、それが一切ない状態って初めてだったんで、うん、それがまあ大きかったのかな。なんかもう本当に去年はオタクとして、なんかスキルアップした年だなって思って、しみじみ今年にかけて、なんかコミュ力が、上がりました、よかった。まあでもそうですね、コスプレをするっていうところもやっぱ結構ね、その度胸っていうか、はい、あるわけで、しかも仲間がいたらねこう一緒にこうね歩いててもいいけど、一人で単独で行くっていうそのね心意気がすごい、やばい、本当に、うん、本当去年の自分がすごいです。今も、うん、なんかもうあれですけど、なんかね去年ほんと激アツで、うん、何だったんだろう、ハマりたてのすごさがあったんですよね、うん、ああでもあれですよね、結局じゃあその、はい、ポニコンでそのまあポンちゃんとして出てきて、はい、それであのやっぱ他のコスプレイヤーさんとそこで交流が始まったって感じなんですか、そうすると身内がいなかったっていうと。あ、そうです、そうです。すごいな。すごいな。大成功と思って。ちゃんと交流してますね。すごい。デビュー戦。やばい。濃厚でしょ。やばいな。なんだろう。なんか行動力が本当に、身内がいないとこうなるんだなって思いました。うん、本当に。あ
なんかね、いやでも行動したもん勝ちですね。あ、そうです、そうです。うん、アピールしたもん勝ちですよ。なんか、何やっても日本初になるし、と思って。確かに。確かにね、それは、うん。何やっても日本初になるのは、なるなるなる、ポニーだけ、みたいな感じがするんで、うん、なんか、嬉しいのか悲しいのか。まあ、まだね、未開の地でもあるからね。そうそう、ね、そうなんですよ、うん。何やっても大丈夫なんで、そう、自由な発想。いやー、でも、そっか。で、まあ、ポンちゃんを、はい、まあ、そのポニコンで、はい。で、次に AJ ですかね。あ、そうですね。アップルジャックやりましたね。うん、はい、あれって何で出したんだっけ？あ、あれだ。あの、撮影してて、あの、撮影しようってなって、うん、あ、その時もそうだ。あの、ちょっとハイになってる。あ、まだ継続、まだハイになってる。まだハイだったんで。ハイの時期が長い、長くて、まだ、ちょっと気が狂ってたんで、そう、なんか、ダメだ、放送。いや、大丈夫、うん、全然大丈夫、うん、問題ないけど、全然。すごい、今までの一番ハイな放送かもしれない、これ。うん、終始みんな笑ってるっていう。うん、楽しい。嬉しい。トークスキルをね、褒められるのが一番嬉しいです。あ、本当なんか、うん、そうなんですよ。撮影会だったんですね、じゃあ、あれ。撮影会があって、つか、私が企画して。あら、もうそこでもう、すごい行動力が発揮されてるじゃないですか、結構。無駄な行動力が発揮されて。すごい。そう、なんかあの、身内で唯一、うん、あの、ちょっとあの、幼女向けのアニメが好きな子がいて、あの、はい、フリキュアとか普段やってるレイヤーの子がいて、うんうん、で、彼女があの、マイリトルポニー結構見てるよって、言ってくれて、うん、でもうこれはと思って、わーって声かけて、で、なんか、私、じゃあ、アップルジャックをやるから、レインボーダッシュをやろうって言って打ち合わせして、はい、でそれでもうすぐ、結構1ヶ月後くらいに、やって、で、カメコさんがいなくて、はいはい、カメラマンさんがいないと、やっぱり、2人だとなかなか、ガチで撮れないんで、で、それで、うん、カメコさんを探してもらって、でも、ポニー知ってるカメコさんがいなくて、うんうんうん、結構これ1年くらい前から言ってるんですけど、ポニー好きで、うん、カメラやってくれる人って結構、欲しくて、あ、確かにいないですね。ちょっと、あまり、ね、そう、みんな人間に興味ないから、基本なんか、それで知り合いのカメコさんに、頼んで、それで、池袋のスタジオで、なんか撮ろうみたいになって、それで撮って、そうですね。本当にちゃんと撮影したのはそれが初めてで、で、その時に一緒にやった、なんだ、オクタビアと、あと、レインボーダッシュをやってくれた子が、カフェも手伝ってくれたりとかして、そう、友達の輪が広がったねってなって。色の箱に入ってる写真ですか、これ。あ、そうです。色の箱に入ってる写真と、はい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 、うん、ソファーでグダッとなってるやつと、うんうんうん、あとボールの海みたいなところの、はい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 、すごい色の暴力みたいな写真。それを撮って、そう、私、この時すごい巻き爪で痛くて、足が。超どうでもいい。そう。足が痛かった思い出があります。はぁ。そう、このね、めっちゃよく撮れてますもんね、これ。ねえ。よかった。ありがとうございます。そう、なんか結構バシバシ撮っていただいても、本当に使えるのって少ないんで、やっぱ、写真ってね、奥が深いですよね、とか言って。難しいって聞きますよね、写真って。うん、いや、ねえ、ちょっと写真撮ってくれる方、本当、募集してるんですけど、前から、誰か、ね。ね、やっぱ、本格的なカメラ持ってる人は確かにいない気がするかな。そうなんですよね。うん、なんかやっぱり全員でコスプレしてる子も含めて、カメコってなると、うん、撮ってる彼女も、着てるから、うん、確かに。着たいじゃんみたいな。だいたい三脚で撮るんですけど、うん、とか、あと、あ、結構セルカ棒が役に立って、自撮り棒ですね。はいはい。ああ、あれか。自撮り棒が最近役に立って、うん、はいはいはい、カフェの時に、はい、あれ、バニーちゃんが、トワイやってた、はい、バニーちゃんがずっと自撮り棒で動画とか撮ってくれて、それ YouTube に上げてくれたりしたんです。はい、そう、その時、なんか自撮り棒あると便利だねってなって、で、私も買って、うん、はい、で、ラリティも買って、で、今自撮り棒ブーム、自撮り棒ブームみたいになってて、全員持ったら変なゲームになっちゃうけど。
これすごい便利とか、なんか。チャンバラとかしそう、みんなで。楽しいですよ。なんか、それで撮ったりとか、お送りしたあの、足が並んでる写真が、はいはい。足が並んでる写真と、あと、真上から撮った写真が、はい、みんな輪になって寝てる写真、あれ自撮り棒で撮ったんですけど、面白いのが撮れて、楽しめますよ、自撮り棒は。おすすめ。自分、GoPro っていうカメラがあるんですけど、はい。あれに自撮り棒みたいなの使ってますけど、あれ便利ですかね。あ、そうなんですか。はい。そう、あれ面白いですよね。なんか絶対いらないと思ったけど、買ったら面白いですよ。なんか、面白いです、これ。おすすめです、自撮り棒。ね、なんか、すごい喋っちゃったかも。いや、そういう番組です。そういう番組だから大丈夫。喋ってもらわないと逆に。キヤコさんをこうね、スポットライト当てるって番組は全然問題ないですよ。気にさらないでくれて。はい。巻き爪の話とかなんで今後悔してる。巻き爪はまあ確かに後悔してる。そういう裏話って結構。いらない、うん。話すことって話すときないから。そう、ないないない、そうそうそう。うん、話すときないから。うん。もう、ハイになっちゃうとなんか、ね、そう、自分を見失っちゃうんですよ。本当に。いやはい。そうか。ね、でも、そういう、まあ、撮影会とかも経て、はい。いろんな方と、そのレイヤーさんと仲良くなって、はい。ね、それでようやくカフェが、カフェが。そうですよね。これって、いつ頃からやろうっていう風な話だったんですか？ね、結構半年くらい前から。あ、やっぱそのぐらいの準備があったんですね。けど、でも本格的に準備始めたの、本当に、ギリギリになってからで、なるほど。バタバタしてて大変だったんですけど、なんかもう強行突破でやらせていただいて、とりあえずもう一回やろうよみたいになって。大事ですね、これ。勢い、勢いが勢い大事ですね。大事。勢いの塊ですからね、これ。勢いしかない。木屋子さん、すごい説得力がすごい。勢いしかないんで、もう、すごいですよね、なんかもう。確かにね。そうなんですよね。1ヶ月くらい。でも実質どんくらいやってたんだろう。まあでも3ヶ月くらいはやってて。なんだろう。前の11月のポニコンがあったじゃないですか。はい。はい。まああの時に、やろうみたいになんかなってた気がしないでもない。はいはいはい。結構だから、バタバタしてたんですけど、まあ、とりあえず1回やろうってなって、でまあ、同じ話2回しちゃったんだけど全然構わないですよ。そう、なんか、まあ、とりあえず、まあ、あれじゃないですか、みんなで集まる場所がとりあえず、ポニポンがあるけど、まあ、他には、他にイベントあってもいいんじゃないっていう感じで、隙間産業的な感じで、主催の RA ちゃん曰く、はい、なんか集まれる場所があるといいよねってなって、それでまあカフェっていうよりも、ちょっと大きいオフ会みたいな感じで、できたらいいかなみたいな、割と軽い気持ちでやったんですけど、でも痛い目見るんですけど。もうなんかでも大変だったけど、やってよかったよねみたいになったって。だって日本初どころか世界初ですよ、多分。ね、そうですよね。そう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 、そうだよね。世界初ですよね。うん。確か。ねえ、何やってもそうで世界初になるかもしれない。今だけ。今だけですよ、って。何やっても世界初になるんで。うん、おすすめです。本当行きたかったもん。ねえ、ちょっとまたね、パワーアップしてやりたいと思うんで、なんかもう本当にいいとこも悪いところも全部、なんだ、反省会もしたんで。あーおー反省会3回くらいしてる。大反省。どんだけ反省してるんですか？終わった後も反省して、すごい反省会してる。スカイプでも反省会して、カラオケ屋でも反省会して、すごい反省したんで、大反省したんで、ちょっとね、忘れないうちに、ね、またやりたいねって言ってるんですけど、多分秋くらいに、企画してるんで、どうなんだろう、なんかハロウィンが被るんで、はいはい、D ハロ勢が、ハロウィン、ディズニーハロウィン勢が、はい、そうですね、やりますもんね。結構いたりするんで。仮装できる期間がね。そうなんですよね。あるある。そう、あそこら辺でまあやりたいなとは言ってるんですけど、ちょっと、
まだ詳しい日付は決まってないんですけど、はい、まあ、近いうちに発表できたらっていう感じなんですけど、ねえ、なんかもうちょっと次回は、なんかなんて言ってたっけ、反省会あんなにしたのに。反省しまくったんですけど、うん、そうですね。なんかまあとりあえず、もうちょっとなんか、うちらも交流できた方がいいよね、みたいな。ああ、なるほど。あ、とりあえずアップルジャックが働きすぎていて。まあ働き者ですからね。うん、ね、まあまあまあ、働き者ですけどね。もう、なんかすごい馬車馬のように働いてて、やばくて、いろんなところで働きすぎって書かれてて、そう。なんでちょっともうちょっとね、仕事を平等にできるように。ガチの反省をしてましたね。ああいうドリンクとかの料理のメニューって、はい。あれはもうみんなでこう考えた感じですか？もうアイデア出し合って。そうです。みんなで考えて、うん、そうですね。飲み物もまあコンセプトを活かしつつ、うん、誰のドリンクって分かるようにしつつ、うんうん、ちゃんと提供しやすいようにみたいに考えてたはずです。うんうん、そう。勢い余りに覚えてる。すごい、僕は実際その日行ったんですけど、はい、ね、そう、レインボーダッシュのね、はい、ドリンクで。かわいかった。そう、氷がね、光るの、チカ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 。いや、助かりました。すげえ。こういうのあるんだと思って、すごい感動してました。綺麗とか言って。そう、あれもよかったです。うん。そうなんですよ、ね、あれ実際にドリンクって、はい、もし分かっていればいいんですけど、はいはい、一番売れたの何ですかね。一番売れたのって、あ、一番売れたのはアップルジャックらしいですよ。あ、そうなんですか。さすがアップルジャック日本一に気がある。いや、なんか僕第4部だったんですけど、はい、ラリティが売り切れたって聞いてたんで、はい、あ、そうそう、ラリティも結構出てくれて、うん、結構みんな平等に出たかと思いきや、そうなんですか。いや、でもね、アップルジャック、アップルジャックやっぱ強いんだな。アップルジャック強えな。もう働いた甲斐がありましたよね、本当に。そうですよね、僕見てましたけど、もう、こまめにもうね、アップルパイ投げて、投げて、投げて。もう、テーブルにそう、もうね、アップルパイできましたってこう、振り回ってたっていうね。あ、そうですね、あの時でも初めてくらいですよ、外出れたの。あ、そうなんですか。囚われてました。ああ、なるほど。キッチンにも。他の部はもうずっと中で作ったんですか。中でチャカチャカしてましたね。本当に働いていた。働きまくってましたよ。はあ。ね、結構、キャラクターの皆さんが配りに来るっていう、すごい。ラリティもね、相撲はできたわよ、つって、こう来るっていう。ラリティがキャラに。そう、すごい嬉しかったですね。本当に頑張って、うん、頑張ってやったなって思って。みんなの本当にいいところを生かし合ってできたなって思って、うん、なんかそう、バニーさんが動画の編集で最後に、はい、トゥルートゥルーフェーンって曲をエンディングに流してくれて、はい、で、なんかプリンセスセレスティアからの手紙、なんかみんなのいいところを生かしてすごく素晴らしいものができましたねみたいにメッセージを入れてくれて、なんか泣きそうになっちゃって見てるもう泣いたみたいに LINE で言ってて、あ、そう、なんかあの動画もすごいね、いいですもんね。見ましたよ、自分も動画して、ね、もう何回も見ちゃいましたもん、私。ユーチューブでめちゃくちゃ再生数稼いでます、まあ、みんなね、あれね、まさか僕も映ってましたからね。映ってましたね。おお、ありがとうございます。チェキをありがとうございます。本当に僕あれはね、まあこの場では言えませんけど、名前は言えないけどね、とある人にこう騙されたんで。そう、違うテーブルの人間からね、こう言われて、ちょっと、うん、あの様子映ってましたからね、そう動画にね。そうなんです。監督官で、あれは。そう、あ、そうだ、あの場でスパイクの方も、あ、そうです、ね、で来てね、すごい。そう。本当まさにこう、メインのメンバーが勢揃いって感じですごい、よかったですね。奇跡で、本当に結構、寸前でスパイクとフラッターシャイが来てくれて。あ、そうなんですね。あれもよく揃ったよなと思って。スパイクの靴がね、
プーマじゃなくてポニーになってる。そう、あれ可愛かった、すごい。これ、これか。うん、今出てますかね、うん。これこれこれ。本当に気づいて。終わった後に。あ、本当に。泣きまくってたから。うん。でも、すべて終わった後に気づいて。可愛いんですよ。ちゃんとね、色合わせですごい。色合わせててね。いい人連れてきたなと思って。そう、なんかもう本当に、これが、フレンドシップイズマジックなんだなって思いました、もう。本当に、しみじみ。すごいなーって思って、もう感動しました。でも メンバーの中では、あれでしょ、だってポニーをまだ見てないって人もいるかも。ああ、ですか、あ、そうです。あの、これきっかけで、うん、あの、見ますっていう子がいて、そうですね、あの、フラタと、あの、あれ、スパイクがまさに。あ、まさにじゃあ。なんですよ。ああ、なるほどね。で、なんか、あの、打ち合わせで一回会ったら、なんか、3日前くらいに声かけて、やってくれるってなったんですけど、うん、なんかもうほとんど見たとか言われて、なんで勤勉なのと思って。すごい。なんで偉いんでしょうと思って。もう、キャラクターを、もう、ハマりだもん。入れるためにか、すごい。すごいと思って。へぇ、ね、レイヤーってすごいなって思いました。やっぱなりきれるっていうところが醍醐味ですか、コスプレって。ああ、どうなんですかね。ね、うん。考えたことなかった。結構なんかいろんなパターンがあるかなと今思ったんですけど、取られる方がやっぱ、はい、ね、楽しいっていうのもあれば、自分で作ったとか、ね、はい、キャラになるっていうのが楽しいって人もいるのかなと思ったんで。あ、ね、擬人化だと結構あの、うん、自分でデザインしたものが形にできるんで、うん、やっぱそれが楽しいかなって思いますね。擬人化の場合だとまあ結構あの好き勝手できるんで、うん、結構既製品で私とかなんとかなっちゃってるんで今までのは、それがまあ結構楽しいかなって思いますね。そうだ、そう、擬人化といえばあれですよ、あのポニコンの、はい、秋で初披露になったあの、うん、クリサリスが、はい、あれね。ああ、そうだ、やりましたね。あれも、そう、あれもすごい。そうだ、そうだ、やりましたね。で、しかも、パネルもやっていただきました。そう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 。そうコスプレのね、パネルとかやってましたけど。でね、まさかのまさかでね、海外にその写真が、ツイッターで流れて、なんと、あの、アンディ・プライス。はい、公式コミックのね、漫画、あの、イラストレーターさんのアンディ・プライスさんが、見てくれて、ね、あれなんて言ってたんだっけ、あれ私が書いたそのものだとか言ったんだっけ、確か、あ、何でしたっけ、ね、お褒めの言葉を、そう私の書いた通りだよとかっていうようなことをおっしゃってたとか、うん、普通に めちゃ褒めてましたよね、うん、ページみたいに言われて、そうそう、なんかすごいって思ってそう、びっくりしました。コミック自体はあのアンディさんの存在をはい、あの知ってたって感じですか。はいはい、そう、あれの、うん、アンディプライスさんの絵がすごいやっぱ一番好きなので、それのイメージでクリサリスもやって、あ、じゃあまさにですね。そうなんですよ。でなんかあの大阪ジャックさんにあの写真撮るから、うん、あのクリサリスのあれの顔やってって画面見せられて、はいはいはい、これの顔やってって言って、はーいってやって、ね、今出てますか、出てます、これですね、うん、急リツイート35ファブも言ってます、やばいなこれ、やばい、そんな言ってる、あ、今見てます、うん、今自分見てます、これ なんで書いてます、アンディさんのメッセージ、アンディさんのメッセージね、うん、She looks great, that's incredible, we love to go to that show、 まあ最強だ、最高だっつって、めちゃくちゃいいってそこ行きたいって言ってますね。あー、すごい、いやー、ありがとうございます。なんかね、恐縮、すごい。他人事のようにすごいね。ひろぱさんがすごい、これ、めっちゃテンション上がってコメントを返してるんでしょうね、これね。あー、もう英語ができなさすぎて。びっくりマークいっぱいある。びっくりマーク、そう、びっくりマークね。もう大興奮のあまりの。感情を伝えるしかなくて、英語ができなすぎて。英語がね、もう。うん、できないです、何回も言っちゃういやでもね、すごい、これある意味この時僕あのキヤコさんに喋れなかった気がする、怖くてある意味ね、あ、そうなんだ全然怖くない、怖いとただの喋る人ですそんなにこれすごいですね、牙、うん、あ、キバもそうなんです、それなんかたまたま持ってて、なんか、うん、たまたま作ってもらってて、なんかそういうの多いんですよね。あの、下に履いてる鳥かごのスカートもたまたま持ってて。あ、
履いた方がいいんじゃねえかって履いて、全部持ってる服でやってますね。あ、コルセットだけ違うか。コルセットは通販で買って、で、あの、羽とかも作って、出しましたね。そうだ。すごいな、でも。ね、それですよね、そのコスプレは、その、作るんじゃなくて、そう、もともとの、ね、既成のやつでできちゃうっていう。そうですね、私は、そうですね。なんかまあ、擬人化だとそれで、なんか賄えちゃうんで、いいとこですよね、これ。作んなきゃいけないのは作んなきゃいけないんで。はい。そうなんですよね。そこもまたいいんですけどね。ね、それがすごいなと思ってびっくりしました。そのパネルの話聞いてて。あ、そうですね。そういえば。できちゃうのかと思って。ああ、うん。そうなんですよ。ね、すごい。なんかだからもう本当にポニーのパーカー着てる方とか、いらっしゃるんで、うん、もう本当にそれだけでもコスプレになるんで、そう思うとね、男性のレイヤーさんって本当にガッツがあって見てるの好きなので、はい、結構やってほしいです。やりたいですけどね。そう、やりたいんですよね。なかなかね、あの、男だと、できるキャラがなんていうか限定されちゃうし。限られちゃうしね。うん、鎧とか作らせるとなんかやばそう、やばそうっていう感じ。強そうで。海外でもそうです。いますもんね、実際ね。いますね。海外だと自分の OC とか、なんかキャラとかに。まあ独特ですけどね。やる人もいますもんね。そうですよね。そう、キングソンブラーとかね、完全にもうだ、すごい装備で。あ、フル装備だったね。あれみたいです。うん、あれもすごいですね。歩きながらカシャカシャ鳴ってましたよ、もう鎧が。すごい。あとね、チーズサンドウィッチもいたんですけど、あの、まあ、そう、海外コンでそう見てですね、僕見たんですけど、はい、あの、ほぼヤンコビックっていう、うん。あ、そうなんですか。中の人じゃないかって。中の人に。そう、まんま中、あの、ほんともじゃもじゃなんで、パーマかかってる。で、単純にその服を着たのがね、あの、まあ、チーズの服であるんでしょうけど、黄色い服。まあまあ、ヤンコビックでしたね。まんまじゃなかった。で、なんか外国の方ってなんかあのダンスを起こすとかやらないんで、うん、それを本当に見たくて、これも1年くらい前から言ってるんですけど、白人美女のイケメンのダンスを起こすがすごく見たいのに、うん、なんでやらないのって思ってて、そこ文化の違い感じますよね。あ、クリサリスのダンスをアレンジとかやってる子がいて、もうとてもいいですよね。なるほど。なんかね、結構ね、日本はやっぱあの、宝塚とかそういったね、もともと、そう、あの、先駆者じゃないけど、そういう文化がやっぱあるからこそ、意外とあれかもしれないですね、男装っていうのが、浸透するかも、ああ、そっか。かなと思いますよね。そうそうそう。ただ海外でまあ、あるかもしれないんですけどね。はい。とは思いますけど、どうなんですかね、まだ。うん、なんかみんな女装アレンジみたいな、女の子バージョンでやるよみたいな。ありますね、なんかね。結構多いんですよね。そう、プロのバレエ集団が、なんか普通に女装してやってるの見ましたけど、なんか、あー、CM で。あー、見たことあります、うん。で、大人気とかってありましたけどね。ねえ、コスプレ人口増えるといいですね。そうですね。うん、ですよね。そう、誰か。うん、誰か大阪ジャックがやってましたけどね、確かね、前回ね、大阪ジャックはやってましたね、ポニコの時にはね、うん、なんだっけ、ね、あ、ビッグマックのビッグマックコスプレやってくれて、うん、そう、うん、私ビビって声かけられなかったです。逆にお互いビビってる。いつもツイッターでやりとりしてんのに、ビビりまくって声かけられなくて申し訳ないなって思ってます。そうね、え、まあ、まあ、次回かな。ぜひまた次回5月にまた会えると思うんで。そうですね、お話できるといいな、はい。ということです、大阪ちゃんお願いしますね、ジャックさん。はい、聞いてますか、ジャックさん。ジャックさん。って多分からないかもしれないけどね、日本語はね。ああ、うん、なるほど、わかりました。はい、はい。じゃあですね、ちょっと、はい、いい時間になってきましたんで、はい、そろそろ例の、はい、いや、まだ全然大丈夫です。いや、あの、いっぱい喋りたいぐらいです。はい、うん、はい、なんですけど、ちょっとね、ここで例の、はい、ね、あの、お願いしたいと思うので、はい、お願いします、作者。はい、キワコさん、はい、はい、ポニーのエピソードを自分に例えるならどのエピソードですかっていう質問なんですが、はい、いかがでしょう。はい、もうあれは
これはね、もう、うん、あの、働きすぎのアップルジャックの回ですね。あれですか、あの、これしかないでしょ。あれか。眠くなっちゃうやつ。眠くなっちゃうやつ。あれしかないと思って。あれです。あれはまあ、はい、なぜですか。あれはもうカフェで働きすぎたからです。本当に大変でしたねそれ、うん、すごかったもん。次の日あのカフェの次の日アイコンあの疲れたアップルジャックの顔にしてましたもん。ツイッターのもうこれにする。あの顔してましたもん私ツイッターで。いやあれしかないですもん、はい、これは、シーズン1のエピソード4の、はいはい、現代はアップルファックシーズン。あ、よく出ますね、それだと思います。アップルファックシーズン。うん、で、日本語では、あれですね、一人でできるもんっていう。あ、そんなタイトルだったんですか。らしいです。なんか、それ NHK じゃないかって思う。一人でできるもん。知ってるな。うん。アップルジャックが収穫を終わらせようと頑張るって話ですよ、ね。あ、そう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 。収穫以上なものを。不思議な予告編ですよね。予告の文章が。頑張る。謎を読んだ。あれはそうか、ビッグマックがね、怪我しちゃってて。そう、怪我しちゃって。そうそう。全部やるよっつって。そう。そうだ、そう、あの話ですよ、うん、もう。あの顔してました、私。あの話も結構みんな振りすぎだよね、AJ に。今思うと。思うあれ。特にさ、レインボーダッシュが一番ひどいなと思う。レインボーダッシュ。レインボーダッシュ。でも何が一番ひどいかっていうと、あんなに頑張ってるアップルジャックの横でトワイライトが魔法でほぼ全部終わらせるところが。あれですね、印象的でしたね、うん、あれ。あれ、みたいな。あれから多分みんながもうチートトワイという話になった。言葉が生まれましたね、うん。チートワイ、チートワイとか言って。結構初期の方からそうだったんですね、考えると。うん。何でもやっちゃってたからな、魔法で。そうだ。ひどいですよ。うん、そうだよな、だって全部やってたよな、だってもう。確かに手紙読みながら片手間にやってますよね、あれ。そう片手間で、なんか、なんとかって分かったからです、ウィーンとか言って、なんかリンゴが全部収穫されてる。もういらないじゃん他の人みたいな。やめてあげてってこと。あれはムードぶち壊す勢いだよ。うん、そうだよね。あれはね、驚きましたね。うん、あとマフィン、あ、マフィンの回だね、そういえば。あ、そうです、そうです。ダッピーがマフィンっていう回だ。あ、そうですね。そうですね。で、とんでもないものいっぱい入れちゃった。そう、でも、とんでもないもの。ピンキーが緑になっちゃう感じですよ。そうだあれ大好き。あれ、ベリーパンチの手の中に。誰あれ、ピンキーとピンキーじゃないからね、あれね。グリーン。グリーンパイになっちゃった。グリーンパイになっちゃって。よっぽどひどかったんだなって。うん、そうだ。ミミズ普通に食べてる。そう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 、そうだ。ミミズは食べていいんだって思って。ちょっと怖い。怖かった、あれ。壊すね。あの救急病棟もカオスだったかな、すごい。なんか即席で作った緊急病棟どっかのね、戦場じゃないんだからみたいな。戦場っぽかった。戦場みたいなとこでしたもんね。うん、ソファーとかになんか寝てる感じだった気がする。そうだ、そうだ。なんか増えすぎて。で、最後にピンキーがもうすごい顔になってるって。ね、緑になっちゃってる。やばいっつって。誰あの話ですよ。あの話ですか。もう話いただいた瞬間にはまあ、うん、あの話だなって思いましたもん。うん、まあでも、あ、まあ結構忙しかったと思うんですけど、はいはい、でも結局その得るもの大きかった。大きかったですよ。結構収穫があったっていうかね、その反省会もいっぱいやったってことは。反省会をめちゃくちゃやったって。うん、それだけね、やっぱ得るもの多かったのかなって。そうですね、うん、もうなんか忘れないうちにやろう、今日もやろう、みたいな。やる気すごいな。やっとかやっとかっつってもうね。そう、やっとかやっとかっつって。やばいな。もうカラオケも行こうっつって。カラオケ行きに反省会、うん、多少のストレスを発散しつつとかね、出しつつやる、歌いつつ話し合いつつみたいな、うん、なんかシャーマンキングの歌とか歌いましたもん、うん、もう大騒ぎしてもう
なんか、こんな大人になってこんなカラオケの映像で大騒ぎできる友達ができるって、すごいなって思いましたよ。すごい、もうフレンドシップイズマジックを体感してるなって思いましたもん、私。すごいって、幼馴染のように騒ぐっていう。ね、なんかそこがすごい。この会話は結構そういうの多いですよね。ね、身近に。そう、なんかすごい、なんでしょうね。本当近所に住んでいる、なんか友達感覚ぐらいの、ね、あの、仲良しになる。そう。結構、ポニー以外の話もするんで、普通に、そうですね。仕事の話とか、そうですね。わかります、わかります。しちゃうみたいな。うん。そうなんですよ。うん、ねえ。ねえ。そっか、じゃあその、アップルジャック、忙しいっていうエピソード。忙しいっていう。自分に、送りますね。はい。忙しかったなって。はい。そんな感じです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。こういう、はい、うん。あの、なんていうか、そういった見方も結構面白いですね。てか面白い。うん。まあ、まさに今それっていう、なんだろう。即答だ、うん、即答も絶対これ。ほんとやばかったんだなって。うん、そう。あんまり忙しいアピールって、すいません。あんまりしたくないんですけど、でも本当にすごかったから、もう言いたい気持ちの方が勝る。まあね、そうですよね。いや、でも本当にみんな頑張ってて、もうピンキーパイも無言で働いてたし。うん、ピンキーじゃない。ピンキーじゃない。ピンカミになる前じゃん、それ絶対。ピンカミになる。ピンキー、無言で働いてたし。すごいなー。やばかったな、なんか。カオスでした ね, ね。うん、でも皆さんがね、楽しんでくれたなら本当に良かったと思って。いや、楽しかったですよ、本当に。良かったな。なんかもう至らない点ばっかだったんですけども。ね、いや。ねえ、なんかもうあんな、ね、もう。今振り返ってますか、ひょっとして。今自分の中で。ラーラー。やばい。マジすごい、なんかもう、うん、当時のスケジュール帳とかにも全部ポニーカフェのこと書いてあってメモ欄にもう戦いの後みたいになってますすごいな。そう、なんかでも本当みんな主催がアルエちゃんでピンキーだったんですけど、はい、なんかもう本当に行ってなんかよく発足してくれたと思って、うん、ねえ、みんなに感謝ですよ。マジで感謝。ねえ、なんか、よくやりましたよね。感心、自分たちに。そう。うん、やっぱ、なんかこう、コスプレイヤーの方々がやるっていうところも結構魅力的だったと思うんですよね、はい、ポニカフェは。よかったです。なんか、チェキとか出るのかなとか思ってて。うん、意外と出てくれて、なんかみんな人間に興味がないからチェキはあってもなくてもいいみたいな感じだったんですけど。いや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 。やってよかったなって、うん。意外と人間、なんか意外と需要があったとか言ってね、なんか、あれはやってよかったなって思って、うんうん。そう、なんか次はもうちょっとイベントとかも仕込みたいなって思うし。うん、ねえ、ね。ちょっといろいろやりたいことはいっぱいあるんですけど、はい、現実的に考えて、ね、次はやりたいなって思ってます。はい。そう。ねえ。あ、ちなみに質問なんですけど、はい。やっぱあの、今回はその AJ 忙しいっていうエピソードだったんですけど、やっぱ自分を、逆にあの、メイン6もしくは、あの、いろんなポニーいますけど、はい、例えるならやっぱり一番 AJ が自分っぽいって感じ。あ、AJ になりたいんですけど、うん、レインボーダッシュだと思いますよ。まあ、勢いがありますしね。そうだね。あの、今日の話でだいぶ、ケオさんどういう方かとかって感じもするかなと。勢いしかない。勢いしかないので、うん。そうですね。アップルジャックになりたいレインボーダッシュですね。本当に。ああ。なんか、そうですね。じゃあ、虹とリンゴですね、じゃあね。虹リンゴですね、じゃあね。ああ、なるほど。いや、面白い。うん。お話。面白い。面白かった、すごい。はい。はい、ありがとうございます、本当に。はい。はい。そんなんでいいんですかね。いや、全然、そんなこと、もうそんなん全然もう楽しかった。すごい。うん。
面白かった。面白かった。ほなみかん。はい。というわけで、きやこさん、ちょっと今、いろいろと今お話もあったと、ありましたけど、まあ、今後のご活動予定の話が、もしあれば、ぜひこの場で、うん、アピールできるチャンスなんで、もしあれば。そうですね、うん、なんか、とりあえず、まあ、カフェは年内にやりたいって話はしてるんで、はい。そしたら、まあ、そうですね、あんまりまだちゃんと決まってないんで、あんまり私から詳しく言えないんですけど、まあ、秋くらいに、うん、できたらなって思って、ちょっと一応コンセプトとかもぼんやり決まってたりはするんで、はい、まあそれでちょっともうちょっとゆっくり交流がみんなでできるようにシステムを考えてできたらいいなっていうのと、うん、そうですね、あとポニコンではそうですね、なんか新作やろうか迷ってんですけど、はい、とりあえずでも DJ イベントが今回目玉なので、はい、ポンちゃんやりたいよねって話をしてる、うん、してるっていうか、私一人で言ってるんですけど、やりたいよなって言ってるんですけど、ポンちゃんちょっとバージョンアップさせて着るか、なんか同じの着るにしても、ちょっとなんかバージョン変えてやりたいなと思ってるんで、うん、アップルジャックも、でも2着着るかわかんないし、新作もあるかわかんないけど、まあ、とりあえず、はい、なんか、何かしら着たいと思ってます。っていうのと、あとはまあ、そんなにないんですけど、そんな。あとまあ、カメコさんがいらっしゃったら、声かけてください。募集をってことで。募集を。くださいっていう、あれですね。そうですね。もうポニーいろいろやりたいことあるんですけど、なんか、グッズとかやりたいなって思ってはいるんですけど、なんか、はいはい、なんだろう、でも、割とガチで着れるアパレルとかやりたいなって思うんで、ちょっと訴えられそうで怖いっていう、そこまで。判決的なやつですか。そこまでクオリティ高いの作れるかはちょっとまだわかんないんですけど、T シャツとか結構色が派手なんで、売ってるものって、なんか着れるようなデザインのとか、自分用でも身内用でもできたら嬉しいなとかは。確かにね。白系でできたら、うん、で、ポニー感もちょっと出せたとか思ってるんですけど、うんうんうん、でもマルチに活動していきたいと思ってるんで、なんでも、どこでも入ってんで、勢いはあるんで、すごい。ちょっと声かけていただきたいなって思うんで、はい、マジでどこに行くんで、はい、そう。ポニコンとかで、その、はい、まあ、もし写真とかとか、はい、ね、いろいろとそういった、なんか、コスプレに関する、はい、まあ、質問とかあったらもう気楽に全然何でもお話しさせてください、うん、本当に何でも喋るんで、はい、必要以上に今日の放送で多分ねすごい、うん、すごいこの人喋んなってすごい喋る女のオタクだって思われると思うんですけど本当に喋るんですよなんかそうなんですよ、まあね、ポニーの話もちろんのことね、はい、コスプレとかあとはもう変な話違うカートゥーンの話も全然いけると思うんで、カメの話もすごいするし行ったまま話すし、はい、AT も喋るしみたいな、あ、何でも話すじゃあすごいな、何でも話すんで、アドベンチャータイムちょっと話せるほどまだ終えてないんですけどカートゥーンネットワークが今見れないんで、あ、そうなんですね、今残念ながら解約してしまった、あ、そうなんですか、と残念、大変残念ながら解約してしまったんで、ちょっと MX で見るか、次で見るかっていうことですね。うん、そう。なるほど。そうなんですよ。まあ、ね、まあ、お気軽に話しかけてください。はい。はい。はい。きよこさんのその、詳しい、まあ、プロフィールとかは、この説明文ですかね。はい。ツイッターですかね。ツイッター今大したこと書いてない。そう。あとは、まあ、写真を載ってる、なんかね、はい、ところとかを、ね、載っけたら、載っけてると思いますので。ああ。ぜひ、ね、そうですね。はい。チェックしていただければと。はい。思います。はい。はい。じゃあ、編集していきます。はい。ということで、はい、そろそろエンディングの時間に、はい。なりますけども、きやこさん、今回どうでした？こういったラジオで、いっぱい喋ってもらいましたけど、今日は。一緒に喋る、ね、でもね、呼んでいただいて1年前にね、本当に何も誰も友達がいなくてやってきたとは思えないくらい喋った
喋ったんですけど、はい、ねなんかでも本当にポニーそうですよね、なんかもう全然本当に全く踏み入ったことのない、オタクやってたましたけど踏み入ったことのない世界で、うん、本当に、うん、なんだろう、あの着ぐるみの方とか本当に、うん、なんだろう、男性向けのジャンルとかいたことがないんで、うん、もう、うん、ずっとなんかあのそんな女の子とかが出てくるアニメを本当に好きになったことってそんなに正直なかったんで、うん、本当に初めてのことばっかりのジャンルで英語もわかんないし、なんか、うんうんうん、全然海外の文化とか違うし、あ、こんなこともしちゃうんだみたいな、なんかいろいろ思ったりとかあったんですけど、本当にでも去年1年マイリトルポニーのおかげで友達も増えましたし、うん、本当になんかあのいろんな経験ができたと思うんで、はい、すごい、まあ、出会えてよかったなって思うので、うん、本当にね、はい、日本でこれからも広められたらなって思ってるんで、はい、ちょっと、ね、力になりたいなって思います。はい、あ、真面目すげえ真面目ちゃんと締めてくれたって感じ。ありがたい。かっこいい。かっこいいね。はい。はい。いや、本当にね、うん、日本で受けないのが絶望してるんで、本当に。そうですよね。もう、とね。もうちょっとね、ちょっと。ちょっとね。いや、私の好きなもの全部なんか撤退していくんですよ、日本から。ひどい。わかります、その気持ちも。終わっちゃうってのが多いんで。うん、にもまたね、できるように。なんか、うん、なんか起爆剤になって、なんかどっかんどっかん来てくれないと、うん、来てほしいんですけどっていう。そうですね。ぜひね、ちょっとそういった意味合いでもやっぱり、ね、はい、まあみんなでこう、また日本語版が。ですよ、できるように頑張って、なんか何かしらのねアクションしてね、それが誰かしらにこうつながね気づいてくれれば、いつかなるかなって。夢見ることやめないで。信じることはやめないで。やめないで。ライフイズビルド、ありがとうございましたって感じ。ステップバイステップと、もうやめなかったけど、もうね、あれよく言うよと思ったよ、なんか見て。本当ですね、どの面下げて言うんだよ。お前らがだよ、お前、お前、どの面下げて言うんだよ。そうだよ。ボロクス。ボロクス。やっぱ、ブシロードの前、怖い顔して歩くべきです。無邪気の。次行きましょう、次。ギリギリ。ね、次ぜひ、ちょっとぜひ。なんかチャンスあったらマジでやりますよ、本当に。なんなら着ぐるみとか何だか設定してもらって。引き連れても、うん。すごいの来たぞって。アベンジャーズみたい。かっこいい。かっこいいな。戦うぞっていう感じでね、行きましょうね、じゃあ。うん、多分あっちはあの、あれですよね、多分、バディファイトとか。バディファイト、あ、ブシロ、うん、バディファイトね。ブシロカレー。バンガードじゃないですか。あ、バンガードか。カードゲーム。カードゲームなんだかわかんない。みんな一緒みたいな。バンガードですよ。カード、カード。カードですね、バンガードですね。カード、カードファイトするのか。バンガンなきゃ。まあ、カミペラにはね、勝てますよ。紙っぺらには物理それは馬ですから踏むしかできない、ビリッそうです。はい、というわけで、はい、ジャコさん本当に今後の活動、期待しておりますんで、はい、頑張ってください、応援しております。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで本当にあの楽しい方法になりましたけど、よかったあのね、枠があるならもう全然またいっぱい喋っていきたいですけど、1時間ぐらいやけんじゃないか。あのまたあの、うん、またよかったらあの2週目待ってますんでぜひあの特に制限ないからね、この番組ね、作地ね、そうね、うん、また来たってはーい、来月また来たっていうまたこいつ来たってうん、はい、ということで今月の、放送はじゃあこの辺で締めたいと思いますので、はいね、また来月、お会いしましょう、はいはい、では、キャンタロとヒルがお送りしましたイントゥザスポットライト、お相手はチッキーとさくらチータとキワコでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。